どうも皆さんご苦労様です。農民連の吉川と言います。TPP ではこの6年間本当に皆さんご苦労様でした。またいろいろご協力ありがとうございました。で、先ほどから言われているようにトランプ大統領が TPP 離脱ということで、TPP は漂流しました。で、そうした中で、今度日米、経済対話ということで日米 FTA の危険性がはらんでくるというふうな状況になっています。で、思うと TPP 離脱で一番騒いだのはどこかというとやっぱりアメリカの農業団体だったんです。で、アメリカの農業団体にとってみるとTPP での合意っていうのはすごくおいしい話だったなっていうふうに思います。お米でいうと MAMI77 万トンとは別に7万トンの輸入枠を設けるということで、大体アメリカのお米っていうのは77万トンの半分はアメリカのお米になるということになっていて、それプラス7万トンでこれ玄米換算すると約50万トンが毎年毎年売れるっていうふうな、そういう確約が取れたっていうふうなことでアメリカのお米の団体についても非常にこう評価してたというふうに思っていますし、あと豚肉についても先ほどありましたように、高級肉については10年で関税撤廃だし、安い方についても483円ですとかの関税が、50円まで下がる 90% 9割も削減するというふうなね、こういう状況になったし、あと牛肉についても、38.5 が15年で 9% まで下げると、こういうふうな大幅な情報を勝ち取ったし、さらにはそれも7年後には見直すんだと、こんな非常においしいおいしいというかアメリカの農業界にとっては有利な状況を勝ち取ったという、それがこの TPP 離脱で無になってしまった。で、それをどういうふうにアメリカ政府がこの農業団体の人たちを解き伏せてるのかなって考えた時に、それはもう TPP 以上のものを、 TPP は中途半端だったと、これ以上のものをこの日米経済協定日米 FTA で勝ち取るからもう少し待ってくれと、こういう裏情報裏取引があったんではないかなというふうに非常に危惧しています。で、今回今回の日米経済対話では貿易赤字を縮小させるということで短期間で成果を出したいということで関税分野よりも関税分野を焦点するんだとかいう報道はあります。そうした中で農業分野については今回については協議されないとか、山本農水大臣が農業分野は、この日米協定経済対話 の対象になってないと、議題になってないというふうなことを言ってますけれども、今この瞬間議題になってないかもしれないんだけれども、これが未来永劫触れずにいるかっていうと全然そんなことではなくって、やっぱり TPP 以上の情報を迫ってくるという、この危険性というのは十分あるなというふうに思っていて、さらに戦いを進めたいというふうに思っています。今度はアメリカの通商代表になった、ライト・ハイザーさんという方はアメリカの農産物の輸出で日本が第一の標的になるんだということも言っています。そうした意味では本当に日本の農業を守るためにも TPP 反対で一緒に戦ってきた皆さんと一緒にこの日米 FTA させないんだという、この戦いをさらに強めていきたいというふうに思っています。今全国では、TPP 反対の、ネットワークが、それぞれ の TPP の時にほぼ全てのほぼ全ての県で作られてきました。しかし農協の中央会の人たちがその事務局を担っているところではちょっと今休憩状態になっています。で、一部では解散もしたというふうなことも聞いています。しかしそういう事態ではないというふうに思っていて、 TPP 以上の攻撃が来るんだということもこの情勢をしっかりと伝えながら TPP の県のネットワークが立ち上がり、さらに運動を大きく盛り上げる、そういう戦いをしていくためにも全国で頑張っていきたいというふうに思います。以上です。頑張りましょう。はい、ありがとうございます。今までお話ししていただいた方のお話を聞いていても、やっぱりアメリカっていう国は医療も本当に整備されていないし、食の問題も課題が大きいですよね。そこら辺とですね、
この日本がです、密接になっていて、食料事情とか医療事情とかが変わってくることが本当に怖いなというふうに思います。次にお話しいただく